언제까지 그렇게 이설 이용할 겁니까? IC가 없어지면 이설을 놔줄 겁니까? 타옹노 한국어 코자 안녕하세요. 타옹입니다. 오늘은 이태원 클래스から 한국어 공부しましょう. 언제까지 그렇게 이설 이용할 겁니까? 언제까지 그렇게 이설 이용할 겁니까? 언제까지 그렇게 이설 이용할 겁니까? 언제까지 그렇게 이설을 이용할 겁니까? 언제까지 그렇게 이설을 이용할 겁니까? 의미와 이츠마데 소야떼 이서오 리용するつもりですか? 도유의미になります. 하이, 고코데 리용するつもりですか? 노 이용할 겁니까? 노 이용하다, 리용する, 이용하다 です. 皆さん, 이용하다, 리용するの 이용하다 또 시용する, 使うの 사용하다 の 使い方の 違いは ご存知でしょうか? 시용の 사용は 道具を使う行為そのものを話します。例えばハサミを使って封筒を開けるとか、カウイルを使用해서ポンツルを열어요みたいに、その道具を使う行為自体のことが사용하다。このリ用するのイオン肌は、何か自分自身の利益を得るためにする手段、 何かの手段、物を通して自分自身の利益を得るためという意味を持っています。例えば電車を利用する、전철을이용하다。例えば割引券を利用する、할인권을이용하다のような使い方になります。이용하다の例文です。できるだけ公共交通機関を利用してください。될수있는한、대중교통을이용해주세요。될수있는한、 대중교통을이용해주세요.このウェブサイトを利用して登録してください. 이 웹사이트를 이용하셔서 등록해주세요. 이 웹사이트를 이용하셔서 등록해주세요. 電車を利用して通勤しています. 전철을 이용해서 통근하고 있어요. 전철을 이용해서 통근하고 있어요. IC가 없어지면 이사를 놔줄 겁니까? 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 의미와 IC가 나くなったら 이사를 話して くれるつもりですか? という意味になります. IC와 이태원 클래스의 지진다 宿約家になりますね. IC 이태원 클래스의 IC になります. はい、そしてここで覚えていただきたいのは 놔줄 겁니까? の原型 놔주다, 놔주다. これは 놔주다의 지진다 상태의 形になります. 의미도 そしてナジュダは何かに縛られていたり拘束されている状態を自由にする状態にして解き放つそういう意味合いになります。では例文を紹介いたします。この手離してくれる。イソンナジュレ。イソンナジュレ。離して。イゴドア。イゴドア。 언제까지 그렇게 이설을 이용할 겁니까? IC가 없어지면 이설을 놔줄 겁니까? 本日のレッスンが良かったなと思う皆様。 ぜひいいね押してください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。안녕。